でもね、これは僕の説明不足でもあり、こういうデマが今ブワーッと大阪市内広がってます。税金が上がる、それから保険料が上がる、保育料が上がる、まあ市営住宅の家賃が上がる、これでみんな大阪都構想反対という人たちが多くなってきて、これはもう僕のね、やっぱり説明不足というところがあるんですが、ただやっぱり皆さん本当に最後このデマを打ち消してもらうためには皆さんにもいろいろご協力をいただかなければなりませんね。繰り返しになりますけどもね、大阪市だからできてることなんか何もありません。大阪市じゃなくてもいいんです。村でもいいんです。住吉村でもいいんですよ。お金さえあればいいんです。そこで皆さんに問いたいのは、少子高齢化時代を迎えて、これから大阪市役所のまんまで本当にやっていけるのかです。皆さん、この負担額、もう大阪市役所もうダメですよ、このまんまだったら。そしてね、何がこれから問題になるかというと、市民の皆さんのいろんな要望がこれから増えてきます。少子高齢化時代を迎えて、子どもたちの教育のためにこういうことをやってほしい、高齢者の皆さんに対するサポートとしてこういうことをやってほしい、いろいろ言われますけども、そのお金をどうするんですかということを考えなければなりません。お金はどうするんですか。天から降ってきません。力湧いてきません。だからいろいろ考えたんです。皆さんに増税をお願いする、これ一番簡単ですよ。でも皆さんそれに応じてくれますか。そんなことをね、いきなりやったらダメ。だから何をやらなきゃいけないのか徹底的に考えた。そして考えた挙句出したのが大阪都構想なんです。一つ目、徹底した改革をやりましょうと。徹底した改革、まだまだね、大阪の改革緩いんです。お金まだまだ生み出せる。例えば一つ、今ゴミの収集事業、皆さんが一般の家庭ゴミね、集めてくれる人、あれ全部大阪市は公務員でやってます。公務員で、他の市町村周りでね、あれ全部公務員でやってるなんていうところありませんよ。普通は民間業者がゴミ集めてるんです、家庭のゴミも。で、今これ公務員でやってるところを民間業者に委ねたらどうなるか。1年間で79億円税金節約できるんです。79億ですよ、ゴミの収集を民営化するだけで。地下鉄、皆さんお乗りになってるあのこの御堂筋線ね、地下鉄を民営化するだけで、民間企業化するだけで年間165億円お金が浮いてくるんです。ゴミの収集事業と地下鉄を民営化するだけで年間250億円お金浮いてくるんですよ。それ反対してるのは自民党、民主党、公明党、共産党です。そして大阪都構想に600億円かかるから無駄だ無駄だと言ってる。この改革たった2つやるだけでもう2年間で500億円のお金が浮いてくるの。そういうことについて何にもやってない自民党、民主党、公明党、共産党が大阪都構想には600億円かかるから無駄だ無駄だっていうのはちゃんちゃらおかしい。これ2つだけで250億円もっと言いましょう。病院、一律病院と府立病院を合わせればそれだけで50億円税金浮いてくるんです。大学、一律大学と府立大学を合わせればそれだけでも何億円もお金が浮いてくる。結局大阪都構想というものは今の大阪市役所と市議会だったら改革が進まないから、改革が進むような役所に作り変えようというのが大阪都構想一つ目の理由です。大阪都構想やってもう今の市役所と市議会ではもう改革進まない、特別区役所と区議会にする。なぜ改革が進むかはまた説明をしますが、今の役所じゃ無理だから一から改革を進む役所に切り替える。そしたらどうなるか。それは改革すればお金が積み上がってくるのは当たり前です。だから少子高齢化時代、大阪市役所には今お金がない。じゃあどうやってお金を生み出すか。増税をせずに、借金をせずに、なんとかお金を生み出そうと思って考えたのが大阪都構想です。大阪市の改革プランと大阪都構想っていうのはワンセット。それをきちっとできれば皆さんに増税をお願いすることなく、大阪都構想の費用600億円なんて簡単に生み出せて、さらにそれに加えて17年間で2700億円のお金が生み出されますよ。これを医療、福祉、教育に回しましょうというのが大阪都構想。金がない中で一生懸命考えた案がこの大阪都構想。まずこれが一つ目の理由です。